宮原武志熊、ま、12月13日没年不明は、鹿児島県出身の医学者、眼科医で、日本統治時代の台湾における、政治家。台湾台中市のスイーツ専門店、宮原眼科の由来として知られている。鹿児島県川辺郡治蘭村で出生。同年退官し、東京で眼科開業。その後台湾に再渡航し、1927年に、 民間開業委員として、台中州台中市栄町に宮原岩会委員を開業。1933年12月29日に、陳及び台湾文化協会や台湾民衆党を率いていた、林剣道らとともに、台湾人による台湾自治を目指す、東は協栄協会を設立し、一時は1万人超の、 会員数となったが、次第に日本の右翼団体の圧力で劣勢となり、1936年に解散に追い込まれている。その後、台中州の評議員となる。1945年1月から11月まで、台中州私立台中商業専修学校2代目、校長就任。台湾から引き上げる前の1946年に、林剣道は、 宮原が73歳と高齢であること、戦前の台湾社会への貢献してきたことから、寛大な処置を請願する手紙を、紹介席に送っている。戦後日本での宮原は、没年も含めて消息は不明となっている。台中州協議会会員、台中州議会議員、台中州州参事などを歴任している。1925年、16位級宮原邸。 元大中市長皇帝1929年に市内新高町に建てられた宮原の邸宅。州立大中一中付近に位置するバロック建築の洋館で戦後長らく大中市長の皇帝として使われていたが文化資産登録を経てレストラン併設の高齢者福祉施設として活用されている。地図宮原は1927年に 緑川に架かる新森橋付近角地のレンガ建洋館に眼科専門の宮原委員を開業。1933年時点では、収容人員100人、24の病室を構え、私立病院としては、市内平均の46人の倍以上となる、公立を含めても、総督府対中委員でも146人だった、ことから、市内最大級の医療機関の一つとも言える。 宮原眼科は、戦前の宮原眼科医院をリノベーションした、飲食店の総称。2010年、市内の大取り理業者である、肘入落炭鉱が建物を購入し、全面的にリノベーション。キロ労と、宮原眼科名称は維持し、ペーストリー、飲料、アイスクリームやチョコレート専門の物販、飲食店、ティーサロンとして2012年1月9日オープン。 テンポはデザインは地元の芸術家オース水ガが担当し、ハリーポッターのホグワーツ魔法魔術学校を彷彿させる世界観を演出している。主に国内でオンラインの口コミを解析する調査サイト、ベイリーバモールンド計で2015年の都心部の夜景ランキングで3位。食べないと公開するアイスクリーム重選、中国語、不吉公開。網友かならず。 必要麒麟、デキューにランクインしている、宮原眼科に関するカテゴリー、ありがとうございます。